僕バキバキ童貞ですね。バキバキ童貞ですね。どうも、バキとことグンピでございます。遊戯王のカード名コラ画像見ていこう。ね、僕大好きでございます。遊戯王のカード名コラ、ご存知でございますか？はい、チラッとそういうのがあるのは知ってるけど。はいはいはい、はい。僕もまあチラッと見たぐらいですけど、はい、結構一時加熱してましてですね、うん。遊戯王カードやってましたか？あんまりやってないな。難しくて。何でしたんだよ。あの時ベイブレードあーでもベイブレードとデュエルマスターズあーデュエマね、うん、カードはデュエルマスターズはい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 まあ遊戯王カードの、うん、カード名ねいろいろいますけど、うんうん、あれをまあいろいろ重ねてコーラーで遊ぼうっていうのはね好きありまして、うん、結構好きなんですけどこれ見ていこうという、はい、シンプルにでも本当にいろんなカードをこの重ねて、うんまあ、その文字を作るっていううん、これとかも好きでしたね、うん、オンラインショットはイチャラブ好きの暗黒騎士ガイアいいですよねすごっこれすごいでしょよどみなく綺麗に繋がるそう綺麗に繋がるんですよ綺麗にこれとかも結構やっぱいいですね暗黒騎士ガイアやっぱいいよね、うん、すごいかっこいいやつがねそうそうそうもう一個ショタシリーズ、はい、シリーズショタが逆転するオンラインショットにお怒りの海王あ面白いなあ嫌なんだ初対優勢になっちゃうのがいやそりゃそうですそうファンさんみたいなそうですね、うん、これもシンプルな、うん、定時退社の時だけ素早いエルフの剣士いいですねババッと支度していいですね先生のことをお母さんと呼ぶエルフの剣士すごいな3ねああ3あはい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 。もうどれがどれのことかもわかんない。すごいな。百合の間に侵入する男を摩擦するゴブリン。助かるね、こういうやつは。言ってほしい。ああ、意外とゴブリンは入ってこないんだ。乱入しそうだけど、ゴブリン。そうそうそう。そういう入ってくるやつを摩擦する。いいですね。まあ、ユリとかは確かね、百云々とか、うん、青とか、まあ、漢字とかね、もうルビーとか気にせず、こう読めるようにするという、うん、いいですよね。結構、うん、ブラックマジシャンガールがやっぱね、うん、これ知ってるでしょ、ブラックマジシャン。うん、かわいくて。かわいいですよね。とか、ブラックマジシャンガールのブラックなブラジャーっていう、その、ブラックマジシャンガール1個でブラジャーを作れるっていう。ああ、ブラジャー。すごい。俺と結構いいよね。うん。うんオブリスクの強欲で貪欲なブラジャーを持つ男。すごいな。強欲で貪欲な。嫌だね、うん。これサンダーボルトですかね。いろいろあって。うん、ボボ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 。あ、これいいですね。サンダーの伸ばしと。これ見たな。面白いな。こういうのもね、思いつきたいな。これも相当絵も綺麗というかもう。本当に。なんかそうですね、こう繰り返してるくだらなさがボー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 さもあって。そう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 。でも絵がまず綺麗、雷が本当に。うん、サンダーボルトがね。シコシコ人間、シッコ最高か。なんだっけ、もともと最高ショッカー。そう、人造人間最高ショッカーです。シコシコ人間、シッコ最高か。何、シッコ最高か。闇属性ですね。これも一枚系と言われて、ね、一枚絵でこうできるっていう。ああ、そっか、一番。一番はそう、おしゃれだよね。おしゃれ。一枚でやれたらさっきのサンダーボルトのボーボボと一緒ですけど。うん。これはすごい。ブル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 、はい。ブルベリーアイズのホワイトドラゴン。ああ、いいですね。ああ。おもろいな。同じやつ続くとおもろいな。あったなブルーベリーアイ。ね女子高生のおパンツコレクターってのがあるんですよ。これ絵込みで見てほしいです。やっぱり絵がやっぱ、だいぶ、かわいい、ゴブリンがかわいい。すごいな。こんなゴブリンいるんだ。無邪気な。かわいいな老化による痛みが節々に来る、インフィニティ。おぉ、これどうなってんの？いいですね。節々。あ、死なない武士がいるんだ、節々。いいですね。激安の電動、ドンキ・ホープ・ザ・ライトニング。ああ、いいですね。ホープ・ザ・ライトニングね。はい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 。ライトニングシリーズ。やっぱかっこいい、ギョギョしい名前だから面白いですね。はい、ああ、最後に行くね、来るやつが。そう。ホープ・ザ・ライトニングやっぱおもろいもんね。ギョギョ・ザ・ライトニングみたいな。うん、おー、すげえ、うん。え、どうやってんのこれ。一瞬わかんなかった。うん、おちんぽ・ビンビン・カーニバル。すげえ。すげえって。何がよ。
どうやってなの。うん。ポンポコ。ね、カーニバル。ああ、いいですね。ドン引くマーメイド。いいです。弓を引くマーメイドみたいなね。ああ、こういう少ししか書いてないのもおもろいですね。ああ、確かに2個混ぜたぐらいで。うん。ね、技だね、これは。ルールが意味不明すぎて遊戯王を引退するエルフの剣士。そんな難しくないよ、そんなには。そうね、意味不明すぎてってこと。そんな難しくないや。おもろいですね、いろいろ。あ、ボルペさん。しょうもないわ。あ、全然全然。マゾケンマロン。画像も含め面白いですね、やっぱね。画像が面白い。でもあんま知らなかったですけど、あるんですね、その、名犬マロンみたいなのが。ねえ、そうね。そもそも。弱そう、弱いキャラですね。うん、星一つの。攻撃力100、守備力100。ね、巻き込みリプライ、絶対怒る戦士。絶対怒るんだ。もう怒ってほしい。俺にもリプ来てるよ。コンビニのエッチな本をチラチラ見る欲流。飛んでるんだ。飛んでる竜がチラチラ見てくる。音ゲーでミスするたびに首をかしげるエクゾディア。そっか、でも暴れたりはしないんだ。あ、なんかそうね、音ゲーの。これダンスダンスレボリューション的なやつをやっててほしいな。エグゼティアが、うん、封印された握り足と左足で、ね、全部鎖縛るんだから。そうそう、やっててほしいな。大勢やつとか、ね、超度級ブラック会社の闇に従うものって従っちゃうんだ。最後の絵がやっぱおもろいですね。最後の絵が大事なんだ、これは。確かに一枚大きくドンとくる方がドンと来て、うん、そうですね。こんな子は闇に従うものでいかついのに悔しい闇なんだっていうことなんだな。確かに文字を作ればいいわけじゃないんだ。勉強になるな。同じく超ド級ブラック会社の闇をかき消す光っていう。監査法人。監査法人もいる。嬉しい。さっき百合の間に入り込むやつを抹殺するゴブリンがあったけど、うん、百合の間に割り込み隊長っていうのがあります。こいつがこいつを摩擦してくれるかもしれない。うん。切り込み隊長みたいなことか。そう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 。荒野の女戦士が入ったお風呂の残りをすする戦士大クレファー。フルネームさらされてる。フルネームさらされてる。おもろいなぁ、キモいなぁ。いいですか？はいはいはい。聖壁尖りネズミに共感するエルフの剣士を抹殺するエルフの剣士。同族でやり合うんだ。聖域尖りネズミ。尖るとか言わないでしょ、いいな。パチンカースオブドラゴンっていうのがある。あ、いいね、カースオブドラゴンいたね。こいつね。ああ、これは素晴らしいね。パチンカースオブドラゴン。素晴らしい。通販で買った服が入らないディアンケトって。ディアンケト覚えてますからね。はい。抜ける遊戯王カードもやりましたけど。うん、熟女。そう、ちょっと、ふくよかなおばちゃんの。いいですね。ああ、これもあんだ。ん？オンドゥルラギッタンディスカー。おお、すげえ。すげえ、なんでどうやれてんだ、それ。わあ、すげえ。うん。そうね、別々のとこから持ってきてんのかな。全部カタカナで再現してる。ね。あ、細かすぎ、ちょっともうわかんない。こんなんもありますね、そう。うん。ボールを相手のゴールにシューッ。わ、すごい。これね、あれ、また変わりだれですけど、うん、ハンバーグって言ってた。すごいな。ちっちゃいでこう。あがめっちゃ多いな。そうか、こういうね、細かく使うっていうテクニック、ありますよね。ハンバーグショー。このコラを作るのって相当、ちょっとまあ、うん、あらゆるカードを知り尽くしないと無理じゃないですか。うん、ジブリのコラを作るのとまた違うというか。うん、もっとね、種類があるから、ね。まあ、もっとあるから、こそ知ってなきゃいけないんだけど。だから、その、うん、このカード名コラを自動で検索できるツールがあるらしいですよ。うん、すごいね。ああ。へえ。そっか、この文字はこのカードにありますよ。いや、そう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 。自動生成するっていう方法として、はい、はいはいはい。すごい、なんかいろいろあるな。うん、プログラミングしてる。プログラミングで、文字が何があるかとか。うん。例えば、
何々をとかね、うん、女子のをとかは命を食するもの、うん、虚無を呼ぶ呪文とか、うん、ドラゴン呼ぶ笛とかにあるよとかね、うん、全部ライスはガーディアントライス、うん、閃光の双剣トライスとかね、うん、チューはパワードチューナーとか、うん、格闘ネズミチュースケすごい、これもうめちゃめちゃいいじゃん。抹殺で、さっき抹殺するボールだったけどね、戦士抹殺とかね、無常の摩擦の使徒。ああ、そっか、それもどれを使おうかなは選べるんだ。すごい、するエルフの剣士はね、翻弄するエルフの剣士とか、こういうのがある。そりゃそうだ。でもこの人はだからすごい、例えば、ホワイトシチューをライスにかけるものを摩擦するエルフの剣士だったら、ホワイトでホーンズドラゴン、ホワイトホーンズドラゴンとか、うん、闇の城人シャドウキラー、足を使う。チューンウォーリアー、屍のむさぼる竜、閃光双剣ドライス。うん、ライス。トライス。フレンベルグニカ、デビル・クラーケン、魂よからもの、七つの武器を持つハンター、マスの使徒、炎スレーフの剣士をできる。すごい強い味方だね。すごいな、味方。これそっか、じゃあ遊戯王のカードの名前は全部入力したのか、この人が。まあ、ある程度ね、そうなんだろうね。でもなんか、こういうの頼らずやってみたいね。こういうの頼らず。確かにね、自分の力で。うん。いや、もっと元ネタが分かると思ったな。すごいな、やっぱ小刻みで分かんないやつが全然あったな。うん。いやー面白い。俺急に流行ったんだよな。何だったんだろうな、これ。うん、ああ、そうなんだ。こういうのもありますけど、みたいなのあったら、うん、教えてください。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時解答インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。